ロ4です。小級 A は高さ H から自由落下。で、小級 B は地面、床から投げ上げ。で、これを同時にやったら、同時にこう床についた。ということです。で、その時のこの VO、所速度 VO を求めようということです。こっちは自由落下だからね、所速度0だよね。ね同時にこうついたってことは、これはさすがに時間 T を媒介にしないと解けませんね。この小級 A が、 この床につく時間。まあ、こちらの小休日が投げ上げてから床にたどり着くまでの時間を t としましょう。で、まずこっちの方で t を表してみます。そうすると、重力加速、初速率0で重力加速度が g なので、移動変位は二分の 1gt の次乗ですね。で、それがイコールで h ということになります。で、両辺2倍して g で割って t 次乗イコール g 分の 2h。 で、ルートつけて t イコールルート 2g 分の 2h。この時間です。この時間で、小級 A は床まで行ったし、小級 B は投げられて、こう床に戻ってきたということです。で、この時間を使ってやります。で、速度でやった方がいいよね。速度の方で考えると、こちら、初速度が、初速度が vo で、で、えー、加速度が逆向きに g だね。gt、t 秒後に、 これ V5 で投げ上げたってことは、これ戻ってきた時、マイナス VO になるってことだよね。はい、いい ?V5 で投げ上げたってことは、これ戻ってきた時の速度は、マイナス VO です。こっちを正として。なので、これでマイナス VO となります。分かったかなもう一回ね。V5 で投げ上げたってことは、ここに戻ってきた時の速度は逆向きの速度、マイナス VO。こちらと大きさは一緒で、逆向きの V5 の速度を持ってると。 で、これを解いていきましょう。VO こちら側に移行して 2VO が GT。で、VO イコール GE。で、T はこの数字を入れてあげればいいです。また2か。ルート G 分の 2H。で、両辺にで割って VO 分の2分の1すればいいから2分の g ルート GH。えー、と、どうしよう。 2h か。丁寧にやった方がいいね。これ今後の中に入れるときは自乗して入れるので、2は自乗して4で、で、この g はそのまま g ね。で、g を自乗しているから、2、2、e、g 事情 h。この形になります。で、g1 個ずつ約分できて、この1も約分できて、2が、分母に2が残るので、ルート2分の残ってるのはなんだ ?gh で大丈夫かな ?gh。となるので、6番です。 でね、あのー、この速度の方が思いつかなくて、変異で出そうと思ってもそれでいいでしょうここま、こっからここまでの変異は、速速度 V で、v VO で v、VOT マイナス2分の1、下向きの重力加速度 G、GT の事情ですね。で、これが、こっからここまでの変異だからゼロですね。こっからここまでの変異なので、ゼロになればいいですね。だから、イコールゼロということになります。 で、ここで VO で T を代入していくと、ルート G 分の 2H。T これね。マイナス2分の 1GE。で、T の辞書。これ、今後外していればいいので、G 分の、G 分の、やめた。あ <laughs>、これ T0 じゃないから <laughs>、 先に t であっちゃえばいいよ。そうすると vo-2 分の 1gt になって、そうすると vo イコール1 2分の 1gt の、で、先ほどと同じ形です。2,、g、2分の1 g る t がルート 2g 分の 2h なんで、同じようにこの形が導く。同じようにこの形が導けます。こっちも頑張りゃこれでいけたんだけどね。何か忘れてたかな。gt。 最初から t, あーあ。ごめんごめん。あ、いいよ、いいよ、こっちで。はい。ってことで、ルート自分の gh ということになります。